とうとう来たなこの時が。はい、こんにちは、こんばんぬ、リオララです。なんつってとうとう来ました、この日が。私のツイッターフォローしてくれてる人は知ってると思うんですけど、私もうずっと前からもう琥珀糖が食べたい。琥珀糖ってどんな味するん、どんな食感するん、よう ASMR の人が食うてますやん。ゴリボ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 リ、あれどんな食感なん、どんな味なん、マジで謎に包まれてるあの食べ物、琥珀糖マジで食べてみたい。でもな、どこにも売ってへん、高島屋行っても置いてないですって言われて、なんかめちゃめちゃカラフルなお菓子とか置いてる店行っても置いてないですって言われて、通販で買ったのかな思ったけど、通販で買ったらなんか負けた気するから、だからどうしようかなと思ってて、こう調べたんですよ、近所に琥珀糖売ってないか。調べたらありました。で、ありました。行きました、この間。ほんじゃ、3分前に閉店してました。全然琥珀糖食われへん。ああ、もう腹立つ腹立つ、と思って。でも、じゃーんついに手に入れましたよ。そのね、琥珀糖売ってる店に行ったんですよ。いやー、置いてましたね。やっと食べれますよ。やばい。めちゃくちゃ緊張する。これな、なんていう店、長崎堂っていう店に琥珀糖売っててんけど、入ったら、もう琥珀糖売ってて、なんかな、虹のかけらって名前やってん、琥珀糖が。もう、虹のかけら一つって言って、もう、その時の手震えてたから、私。開けるで。食べるで。ASMR せえへんで。普通に食うで。開けるで。もう知らんで。綺麗に包んでくれてるけど、ボンじゃん。やばい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 。ちょっと待って、本物ちゃん、これ、これが噂の琥珀糖。ええ、やばいって、ちょ見て見て、もうやばいって。え、カロリー560キロカロリー。開けます。なかなか登場してくれへん。まずこれから、これ、そしてこれ、そしてこれ、そしてこれ、なかなか見せてくれへんね。よしよし、開けますよ開けますよ開けますよ。やばいって、ちょサムネ撮る、サムネ撮る、さすがにこれサムネ撮る、本物やでこれ。うわ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 、流し込んだろかこれ、流し込んだろか。ちょ、サムネ撮るな。もっといかつい顔してるわ。へぇ、ブセやな。オッケー、食べます食べます食べます。ちょっと待って、やばい、ちょ、おしっこ行ってくる、おしっこ行ってくる、おしっこ行ってくる、これ緊張すんねこれ。ちょっと待ってて、オッケー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 。緑から食べようかな、ピンクから食べようかな、迷うでこれ。ほな、選ばせてもらいます。白。あの、2021年の目標、琥珀糖食べることやから、これ今日叶うねんで、こんな大事な瞬間やで。みんな画面録画しといてええで、これもう、拡散じゃ、拡散しとけ、かーはーはー。大好きなゆうとくんを、こう、よくこう見ながら食べる。そう、もう一番大事やろ、この、食べる瞬間、食べる瞬間、私はカメラ見ません。ゆうとくん見ときます。ごめんなさい、視聴者さん。それではいただきます。ゆうとくん、私琥珀糖食べる。ちょっと待って、マジで緊張するよし、じゃあ行きます。ほんまに食べていい、これえ、うわ、もっと硬いんかなと思ってたら柔らかい、美味しいよ。ピンク色、ピンク色いただきます。白とピンク、味一緒なんか分からへん。ちょ、緑食べてみるわ。緑、おお、ごめんなさい、歯磨き粉。え、どうした、緑、白が一番美味しい。ちょっと ASMR ちょっとやらして。うん、 ASMR ちょっとやるわやるわ、これマイクマイクマイク、これかい。ちょっと聞いといて、みんな耳を澄ませて、耳を澄ませばなんつってこれちゃんと、あの、音聞いててや。 ASMR チャレンジします。え、どう？うわ、これはまた不思議なもんやで、これ食感ええな、これジャリジャリ言うの好きやで、なんか中が、え、これもう断面見せんで、もう断面ちょっと汚かった、ごめんなさい。こんな、こういうさ、ピント働け。
もうなんでピント合えへんの。もう恥ずかしいけどこれやるわ。ボケ。あーあったやったあったほら寒天みたいになってんの中が。あ、ピンクは桃や桃。よかったよかった、ちゃんと味覚ありました。よかったよかった、コロナか思った。食感が癖になるなこれ。でも味な、もっと砂糖っぽいか思ってたら全然そんなことない。ほんまに寒天ゼリー。ちょっととりあえずもうこんな一気にな食べられへんから、まあ、残してセレンも食べたいって言ってたからセレンの分も残しとく。こりゃまたちょっと不思議な経験させてもらいました。やっと琥珀糖食べれたってもういう脱力感今。あ、ほんま、うん、こんな感じ。ここどこ、私誰みたいな感覚マジで。っていうのは冗談で2021年の目標一つ目達成です。ということで本日の動画は以上になります。この動画を見て琥珀糖食べてみたくなった人は高評価。 ASMR 下手くそやったで、うん、その前に ASMLR 下手くそやったでと思った人は低評価。チャンネル登録してない方はチャンネル登録お願いします。以上、リオララの琥珀糖食べてみたという動画でした。バイバーイ。